イランにおけるユダヤ人は、主に古代アケメネス朝時代のイランに定住したユダヤ人を指すが、故障としては、本記事では、イラン出身のユダヤ人については、ユダヤ系イラン人現代のイスラエル国及び、ユダヤ人全体の文化、歴史について述べる場合は、イラン系ユダヤ人と表記する。なお山岳ユダヤ人や中央アジアのユダヤ人などは、イラン系ユダヤ人の一部とみなされることがあるが、 別個の集団である。イランにおける、ユダヤ人の歴史は、紀元前6世紀にまで遡る。紀元前597年のエホヤキン王の第二、新バビロニアのネブカドネザル二世が、ユダ王国の首都エルサレムに入城。その11年後のゼデキヤ王の傀来政権の下では、エルサレムの神殿が破壊され、支配者や貴族たちを含む多くのユダヤ人たちは、補修として、 バビロンへ連行された。この頃、ネブカドネザルに徴用された預言者ダニエルは、スサで没したとされていることから、シュシャンのダニエルと呼ばれている。紀元前537年に、アケメネス朝の王キロス2世が新バビロニアを倒した、後バビロンのユダヤ人をはじめとする補修は解放され、祖国への帰還を許された。この時42,462人のユダヤ人が、 ペルシア領となったイスラエルの地に帰還し、サマリア地方にサトラップが置かれた。ダレーオス一世の統治下での紀元前515年、ハガイとゼッカリアの予言を受けたゼルバベルの指揮の下で、ユダヤ人たちは王の協力を得て、エルサレムで第二神殿を建設した。その後、ユダヤ総督に命じられたネヘミアがエルサレムに帰還、町の城壁の修復を行った。 紀元前458年に預言者、エズラの指導の下で二度目の集団帰還が行われた。エステル・アーハシュエロス王の統治下、ユダヤ人、モルデカイの幼女エステルは、王妃、ワシュティに代わる王の新しい妃となった。その後大臣ハマンに対する敬礼をモルデカイが拒否したため、怒ったハマンは、彼とエステルを含む、ユダヤ人をくじで決めた、ユダヤ歴。 第12月の13日に虐殺することにした。この時エステルはハシュエロスにハマンの策略を暴露すると同時に自らの出自を明かし、王はハマンを処刑してユダヤ人の命を救いモルデカイを昇進させた。後世のユダヤ人は彼女の功績を称え、アダル月十四日と十五日をプーリームの祭りと定めた。アレクサンドロス大王の信仰とすぐ後の アケメネス朝の滅亡後、かつてのペルシア領内に住むユダヤ人たちは、大王没後の後継者戦争により、セレウコス朝、シリアとプトレマイオス朝エジプトの権力争いの地となったイスラエルの住民やエジプトのそれを除き、多くがシリアの支配下に入った。ハスモンテとパルティアの関係紀元前166年に、 ユダマカバイの率いるシリアへの反乱によりユダヤ人は独立、ハスモンアサが始まったが、その約30年後にアンティオコス7世によって、ユダヤ人は再びシリアに隷属することとなる。紀元前129年にアンティオコスはパルティアを侵略するも敗れ戦し、ここにユダヤ人国家は復活するが、シリアによる征服の頃からパルティアにいたハスモンアサの王、ヨハネ・ヒルカのス一は、 現地の君主と密約を交わしていたのだった。セレウコス長滅亡後、ポンペウス率いるローマ軍はイスラエルに侵略、当時の王であったアリストブロス2世を捕らえて、ローマに連行、兄のヒルカノス2世を傀儡政権の君主に仕立て上げた。ところが、ヒルカノスは、紀元前40年、パルティアの支援を受けた弟の意地である、アンティゴノスによって捕らえられ、退位させられた。ここで、 パルティア領バビロンに住んでいたユダヤ人は追放されたヒルカノスを祭祀の座につかせようと考えたが逆に当時のバビロンで内紛が起こりユダヤ人司祭がイスラエルに帰還するという出来事が起こった。パルティアは広大なイラン一帯を支配したにもかかわらず政治は領内の属国をアルサケス氏が統率するという地方文献のような様態を示しており異民族に対しては総じて寛大であった。 一世紀には、アルベラに遠いた属国アディアバネ王国の指導者層がユダヤ教に改修し、エルサレム神殿の建設に資金を提供したという記録が残っている。アレクサンドリアのディアスポラで哲学者フィロンは、当時パルティア領であったバビロニアにはおびただしい数のユダヤ人が暮らしていたと残している。ローマとイスラエルによるユダヤ戦争の最中、 70年のエルサレム陥落の際には多くのユダヤ人が東方へ亡命してきた。以降バビロンのユダヤ人はローマと対立するパルティアを支援し続け、当地の君主もユダヤ人の長にレシュガルタという称号を授けた。ユダヤの学者たちは3世紀前期にパルティア領すら、ネハルデア、プンベリタの学院でタルムードを編纂した。しかし、パルティアが崩壊した後、中央集権的で、 ゾロアスター教を熱心に報じるサーサーアン・朝により、スラの学院は259年に閉鎖、取り壊されることとなる。226年にアルダシール一世がパルティアを倒してサーサーアン・朝を建て、ゾロアスター教を国教に定めると、マニ教や仏教など多宗教に対する弾圧が始まり、ユダヤ教もその例外ではなくなった。しかし息子のシャープール一世は一転して、 ユダヤ人に対して寛容であり、彼らの共同体の育成を進めた。また4世紀に帝国の黄金期を築き上げた、シャープール2世は、母親がユダヤ人の生まれであるからか、帝国内のユダヤ人に対する心境の自由を認めた。639年のカディシーヤの戦い、644年にニハヤバンドの戦いで、アラブ人のイスラーム教徒が、 ペルシア軍を破った直後にサーサーアン・アサは滅亡、イスラーム教徒による支配が行われるようになった。同時にシャリーア法の適用によりユダヤ人はキリスト教徒と同じく、ズインミーと呼ばれ、信仰の自由は以前と同じく保護され、同時期のヨーロッパで迫害されていたユダヤ人より格段に良い扱いを受けていたが、それと引き換えにジズヤやハラージュを取られることとなった。 イスラーム教徒による征服後のイランでは、ユダヤ人は、医師、学者、職人などの職について、生計を立てており、天文学者、マーシャー・アッターのような、優れた学者たちは君主におもんじられた。1256年に、モンゴル帝国の海祖チンギスハンの孫フレグは、イラン北東部のホラーサーン地方の行政権を得、2年後には、バグダードを制圧して、アッパース朝を滅ぼし、 最盛期には、東は、現在のバルーチスターン地方から、西は、アナトリア半島にまで及ぶ広大な領域にわたる、イルハン朝を建てた。この時期は、イランイコールイスラーム文化が発達した時期であったが、その背景には、君主によるユダヤ系知識人の起用があった。ニザーミー・ギャンジェビーによる、秘伝物語、ホスローとシーリーンのヘブライ500番。初期のイルハン朝は、 領土が広く非政府区民の宗教、人種、民族性も多様であったことから、すでにその土地に根付いていたイスラーム教徒のみならず、ネストリウス派、キリスト教信徒やユダヤ教徒に対しても寛容であった。実際にフレグのコアバカも軽教徒であったし、その子ある軍はユダヤ人のサードアイコールダウを最小に起用している。しかし、ある軍の死後に起こった内紛の後、 1295年に息子のガザンが大いに着くと、イランのイスラーム化が始まると同時に、異教徒に対する弾圧や人頭税の徴収も再開され、教会やシナゴーグ、仏教寺院など、異教の宗教施設は破壊された。これは弟オルジェイトの代になっても続けられ、同時期にユダヤ人医師、ラシードティーンを含む多くのユダヤ人がイスラームへ回収した。 イスラエルアメリカ化死臭国旧約聖書エレミア書37章、43、6、43、7、52、28から30とエゼキエル書による。なお前述の2書と合わせて3大予言書と呼ばれる書の残りの一つイザヤ書の後編は、予言者、イザヤ本人が活躍したとされる、紀元前8世紀ではなく、ペルシアによる、 補修解放からエルサレム第二神殿建設までの前後に第二イザヤ、第三イザヤと呼ばれる別の人物によって書かれたとされる。旧約聖書エズラキ、ネヘミヤキより旧約聖書エステルキより。なお、エステルとモルデカイが実在したかどうかについては、不明であるが、イラン西部のハマダーンには二人の墓とされる病がある。イラン西部のハマダーン近郊とイセルカ間に、 彼のものとされる病がある。ありがとうございます。